そうたくん、双葉ちゃんが復活するまで私たちで頑張ろうね。え、あの、桜井、次のお話ではみんなで夏を満喫するんだよね、そうたくん。そうだね、海とか花火とかも。風間くん、どうしたの？私はイルカのそうたくんと予告してたんだけどな。え、次回、先輩がうざい後輩の話、第9話、ウキウキ夏休み。双葉ちゃん、早く帰ってきてね。